皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き、はい、いつもと様子が違うぞとお気づきだと思いますけども、こちらファクトリーギアグループのロジスティックセンターに来ております。というのもですね、2019年9月20日にですね、広島店が東広島からですね、広島インターのそばの方にですね移転しまして、でっかくオープンでっかくオープンということで、ちょっとねこれにぎにぎしくオープンやりたい、ね、で広島店だけじゃなくてやっぱりもう全店でこうガツンとやりたいなということで、商品探しに来ましてですね、もうちょっとこうね、あのみんなちょっと「えまだやばい社長来た!」とかって言ってるんですが、私がこう「って集めた商品をもうこれから何回かに分けて広島店オープン記念特別企画ということで商品をご紹介して、特別なお値段で、皆さんにお届けしたいと思いますんで、今日はその紹介をしたいと思います。早速用意してありますんで見てみましょう。はい、ということで集めてきましたドドンとねこれ全部ねいっぺんに紹介するっていうのはかなり大変なんで、はい、でもちょっと何回かに分けてやらせてくださいってことなんでしょう、飯田君。そうですね、日も迫ってますか、はい、2019年9月20日オープンなんで、はい、ちょっと字幕も今回ちょっと割愛させていただけてすいません。またできるようになったら、ね、復活するよねもちろんもちろんなんで、まあ、今日はとにかくインフォメーションということでやりたいと思います、はい、でまずはその2019年9月20日の一応10時にオープンする予定だと思うんですけど10時私も行きます、はい、でその時に広島店限定で、ちょっと販売するっていうものをまず最初にご紹介したいと思います。でね、あちょっと待って俺関係ねえ広島行けねえからなっていうか、ちょっと待ってね、他の店でも、特別に買えるものをご用意してますからね。じゃまずは広島店限定の商品を紹介したいと思います。最初こちら、はい、ドンと、スナップオンスイベルラジェット5本限定、はい、ね、今あのスナップオンさんで2万円ぐらいで売られてるものということなんですけれども、こちら5本限定で15,900円、はい、5本限定広島の皆さん有給取ってぜひ、ね、5本限定のスイベルラチェットです、はい、こちらと1つ目とで、もう1つがですね、こちらですね、ボッシュのインパクトレンチ 18V なんですけれどね、これあの電池パックがちょっと小さめのやつで、プロの方だとちょっと重いっていう声もあったんで、こう小さい電池パックをつけまして、お求めやすい価格にしたものです。250Nというのでかなりプロの方の使用に頼る、ヘビーデューティーなインパクトレンチなんですけれども、こちらですね実はね、型落ちなんですね、型落ちモデルなので、これ特別にちょっと販売しようということで、定価5万800円のものがなんと限定2台、いいですか、29,800円、ジャパネット高田日記まで2台これね、はい、ね、いや見つけちゃったからしょうがないねこれね、ということでこちらの商品とこのボッシュとスナップオン、これを限定で当日販売させていただきますっていうのと、あとこれも見つかりました、工具の方ボリューム7ね、あとハンドツールバイヤーズガイド、これ私10時からですね、1時ちょっと過ぎぐらいまで、お店にいるんですよ。ちょっとカット帰ってこなきゃいけないんですけど、その時にですね、嫌かもしれませんけどサインします嫌かもしれないけどサインしますんで、あのこちらもちょっとご用意させていただこうと思います。これが広島店限定です、はい、そしてこの広島店のオープンをファクトリーギア全店でお祝いしようということで、ちょっと商品を探しました。で結構ね、まだ案外知られてないんじゃないかっていう工具ブランドのこちらですね、はい、ドン、ビーハでございます。メイドインジャーマニーのビーハから今回ちょっと3つの商品をご用意しました。まず1個目こちら、ドンね、はい、スクレッパーです。見ていただければお分かりの通りですね、ドライバーで、ね、ビーハって結構ドライバーの専業メーカーなんですけど、このドライバーの形状好き嫌いあると思うんですが、ビーハのこのソフトグリップのドライバーの先端にこのスクレッパーの刃をつけたものですね。でなんとこの刃がですね、こうキュッキュッキュッと回すとこう替え刃式で、幅が何ミリ、これいいだか13ミリ、13ミリ、絶妙な幅で、絶妙な幅で、普通ちょっとスクレッパーって大きめじゃないですか。でこれこの幅がいいということと、まあ、あの取り替えができるということで、まあ、非常にあの人気のスクレッパーでございますと。こちらの商品が2980円で買い場が10万ついてるというものを一つですね、はい、そしてもう一つこちらです、はい、ドン、
これスタビーですね。でこのビット差し替え式のスタビーっていうのはなかなかいいのはなくて、使うシーン多いんだけれども一個一個これバーって揃えるっていうほどの出番でもないっていうことで、ビット差し替え式のスタビーって非常に人気があるんですね。でこれビーハーから出てまして、なかなかいい商品なんだけど知られてないっていうことで今回ご紹介したいと思います。ここのお尻の部分を外すとこのようにですね、6個のビットが収納されています。これはプロパーで1、2、3という1番、2番、3番のドライバーと、あとマイナスが3本ですね。まあなかなか普通によくヨーロッパだとポジとか入っちゃいますけれども、これ日本で十分使える、セットになっております。こちらの、スタビーの差し替えビットドライバーが1980円。メイドインジャーマニーだよ、ね、メイドインジャーマニーだよ。そしてこのヘッドですね、これビーハーのヘックスでございます。こちらもメイドインジャーマニーの六角のボールポイントの角度がつけて使えるヘックスセット。これ何がすごいかっていうと、こういうセットってよくこれ取り出したい時に結構大変じゃないですか。これは見ててください、いきますよ、せーのこれやばいよね、せーのって言って、これねどこのサイズでも簡単に取れるっていうホルダーなんですね。これがまあ非常に特徴的なセットでございます。でこちらがキューモセットのヘックスなんですけれども、お値段がなんと4980円ね。ということでこちらのビーハーの商品はファクトリーが全店でご用意しておりますので、ぜひ皆さん広島店オープン限定の商品、なんかビーハー見たんですけどって言っていただければお店にあると思いますので、ぜひお店の方そして通販の方でお求めください。あとまだこの後いっぱいありますんでね、徐々に紹介していきたいと思います。オープンした後も紹介するかもしれませんけれども一応、チェックしていただければと思います。それでは皆さんさようなら。Thank you.